中古車販売大手ビッグモーターの山梨や埼玉の店舗で展示してある中古車が盗まれる被害が相次いでいることが分かりましたビッグモーターによりますと盗難被害は先月2日に埼玉県の春日部店で3台今月2日に坂戸店で10台5日には山梨県の開店で3台甲府店で2台と合わせて18台に上ります いずれも国産の中古車で、営業時間外に屋外の展示スペースから盗まれていました。ビッグモーターは警察に被害届を提出していて、各店舗の警備を強化するとしています。捜査関係者によりますと、埼玉では他の中古車販売店でも盗難の被害が複数あるということです。警察は連続窃盗事件の可能性もあるとみて捜査しています。